皆さんこんにちは、ビール研の染田です。本日は気になっている方も多いんじゃないでしょうか。一杯ノンドコーラ風味ですね、コーラのプロテイン、こちらのねレビューをやっていきたいと思います。こちらのねコーラ風味のプロテインなんですけれども、なんとパウダーをね水に溶かすと炭酸が発生すると言われております。コーラのプロテインどんな味なのか、早速ね飲んでレビューしていきたいと思います。コーラのプロテインっていう形で1キロ買うのが心配だっていう方たくさんおられると思います。そういった方はねこちらのね1食売りのお試しパックが販売されております。一度ねこちらでお試しいただいて飲んでいただけるっていうことを確認してからね、ぜひこちらのね1キロパックの購入にいただければと思います。でこちらのねお試しパックなんですけれども、このコーラの他にもね12種類展開しておりまして、13種類のねまとめ売りで買うとね2380円、非常にねお求めやすくなっておりますんで、ぜひね他のフレーバー気になるよっていう方はこちらのお試しパックでお試しいただいてから、気になるフレーバーの1キロパックの購入にねいただければと思います。こちらのね1キロパック購入していただくとスプーンが付属してまいります。こちらのねスプーンですり切って入れていただくと、大体の 30g 計量できる設計になっております。そのパウダーをね水に溶かして飲んでもらうと、タンパク質がね 20g 取れる設計になっております。ぜひねこちらのスプーンですり切って入れてあげてください。水の量に関しましては、大体 150mg から300mg、その間でね味の好みで調整して入れていただければと思います。味がね濃いのが好きだっていう方は水の量を減らして、薄い方が好きだっていう方はね水の量を増やしてあげればいいかと思います。ご自身の味の好みで調整してあげてください。本日はこちらのねお試しパックを使って飲んでいこうと思います。こちらのねお試しパックには切り取り線がついているんでね、ハサミもいらず手でこういった形で切り取っていただけます。非常にね持ち運びに便利で、外出時とかね出張の時とかにね持ち運んでいただくといいと思います。パウダーはねこんな感じで、いつも通り白いパウダーとなっております。香りはね本当にほのかにコーラの香りがしております。こちらのねコーラ風味シェイクしていただく際に1点注意点があります。こちらのねコーラ風味のプロテインに関しまして、微炭酸含まれております。で水の量を増やしすぎたり、シェーカーをね過剰に振りすぎたりすると吹きこぼれる恐れがありますんで、水の量を守って入れていただいて、蓋をねしっかり押さえて強くシェイクしなくてもしっかり溶ける設計になっておりますんで、優しく振ってあげてください。でそれではちょっと入れていきたいと思います。でパウダーを入れていただいて、シェーカーの蓋を一度逆に回してあげてください。でカチッと言ってからもう一度逆にしっかりと締めてあげます。でしっかり蓋を押さえて優しくシェイクしてあげます。でしっかり蓋を押さえて、そこまでね強く振らなくてもね、しっかりと綺麗に溶けてますね。泡立ちもねダマももうほとんどありません。1点ね普段と違うのは、微炭酸が入ってるんで上のね蓋の部分が少し膨らみ上がったような状態になっております。ちょっと音聞いてもらいましょうかね。よいしょ、コーラのようなプシュッという音がしました。水にね溶かすとね、よりコーラのね香りがね際立ちますね。それではね飲んでいきたいと思います。いただきます。うん、はあ、うまい。口の中でこうシュワシュワと弾ける感じが上手にね再現されてます。でどんなねこうフレーバーに近いかって言われると、子供の頃に駄菓子屋とか行ってたんですけど、駄菓子屋でよくコーラのお菓子あるじゃないですか。あのね感じの味にね非常に近いんじゃないかと思います。あとまあ炭酸がね少し抜け気味のね、まあコーラフロートのようなね味をイメージしていただければイメージしやすいんじゃないかと思います。今ねこうやって水で飲んだんですけど、シェイクした後に氷入れてキンキンに冷やして飲んであげると非常に爽快でね美味しいんじゃないかと思います。ぜひお試しください。こちらの一杯ノンドコーラ風味の味を星5段階で評価していきたいと思います。甘みに関しましては星3つとなります。そこまで甘すぎず程よい甘みだったので星3となります。酸味に関しまして星2つとなります。ほのかにね微炭酸が含まれてて、コーラのねさっぱり感というか飲んだ後にね感じる酸味、少しね感じることができました。酸味星2つと
なります。すっきり、星3つとなります。ビタン酸がね含まれていて爽快な感じがねうまくね再現できておりましたんで、まあ、すっきり星3となります。クリーミーに関しましては星0となります。プロテインなんですけれどもね特有のね保栄感あまり感じることがなかったのでクリーミーに関しましては星0となります。甘みが3、酸味が2、すっきりが3、クリーミーが0。ぜひね購入の際にお役立ていただければと思います。1杯ドンドコーラ風味の栄養成分表示ですね、 30g あたりエネルギーが 114.6kcal、 タンパク質が 20.3g、 脂質が 1.3g、 炭水化物が 5.4g、 食塩相当量 0.7g、 ビタミン C44.1mg、 ビタミン B6 が 0.8mg となります。炭酸がね入った変わり種なねプロテインになりますけれども、 B レジェンドプロテインのね何恥じないフレーバーにね仕上がっていると思います。興味のある方はねお試しパックぜひ一度お試しいただければと思います。こちらのね動画の概要欄に URL 貼り付けておきますんでね、ぜひそちらから飛んで購入していただければと思います。炭酸がね入っているプロテインぜひお試しください。それではね次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。